タレントの渡辺美奈代が17日、自身の SNS を更新し、乳麺の朝食を公開した。渡辺はブログで、朝ごはん柿卵乳麺今日もすりおろし生姜入れてと報告、蜜一杯のりんごキウイ、と新鮮なフルーツも添えた。 インスタグラムにも、シャープテスト最終日、シャープほぼほぼ学校をしまい、シャープ障害離乳面、シャープ風邪ひかないように、シャープ雨の1日、シャープ足元に気をつけて、シャープ行ってらっしゃい、とし。ふんわりとした柿卵が乗った乳面の画像を投稿した。 ファンからは、お腹に優しそう、あったかいんだから、風邪ひかないように生姜を入れてあげるみなよちゃんさすが、などの声が上がっている。